暇。みんなに聞きたいんだけどさ、休日の休みってどう暇つぶしてる？まあ俺はぶっちゃけさ、あの休日の休みはベッドで片揚げポテトを食いつつ猫の動画を毎日見てる、なんかすごいニートみたいな。ニートじゃないよ。最近思ったんだよな、なんかこの休みの過ごし方ってなんかもったいなくね。暇なら動画撮れって話なんだけどさ、あれなんですよ、ゲーム実況したい気分じゃないんだよ今。あれ皆さんこの流れなんか見たことないかな。そうです、今日は動画を見たい気分なんです。だいぶ昔にやった TikTok ネタですね。意外とね、意外と TikTok って面白いね、動画たまに流れるからね。ダンス系はクソつまらん、行ってみよう。3コマ漫画、3コマで人を笑わせられるか、結構難しいぞ。 What? おい、初っ端からもう天才な投稿がもう来ましたね、早速。クソくだらねえ。これあれだな、グラセフのモッドね。いや、グラセフのモッドはね、ちょっと体勢ついてるから俺そこまで。ネアだ。いや、俺の笑いのツボそんな浅くない。ネアだ。いや、ソロパートずるいな。あ、刃鬼滅だね、これもう作画ですぐわかる。女の子レロ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 。え、ちょっと待って、天才か。おお、キツネか。キツネも結構あれですよね、皆さん結構犬とか猫とかさ、そういうさ、定番の動物の引けを取らないレベルで結構可愛いよね。ちょっと待って、今後ろの看板に目がいっちゃったんだけどさ、ちょ、見てくださいこれ。おい、全然ちゃうやん、看板と全然ちゃうやんけ。ビフォーアフターみたいになっちゃってんじゃん、これ盛りすぎでしょこのデザイン。キツネ可愛いから。あ、懐かしい、スマブラ X ですね。おおおお。おい、見たことないぞ俺こんなガノン、俺こんなガノンドル見たことないぞ。なるほどな、スマブラ X の時はこんなだったな、確かに。ああ、そうそう、ガノンドルフ今よりもね、復帰力も高くてね、こんな感じでね、画面いっぱいのエフェクトでね、そうそうそう、ああこんな感じだったよ、そうそうそう。おい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 、なんだこれ。おおおおい、大丈夫か、キャットトルコ。やめてあげて、やめてあげてよ、マルコ死んじゃうって。おいおい、マルコが何したっつんだ。おい、おマルコ、マルコ。懐中電灯か。欲しい。ルイージさ、この懐中電灯でルイージマンションやってれば無双できた説、ストロボいらない説。新キャラか。お待たせじゃねえよ。ガノンドルフで作ってんのかい、しかもこれ。いいなあ、あーいいなあ、これこれは使いたいな、俺超極めるわもしこれ出たら。あ、かわいい。俺ね、でもね、俺こういうモフモフしたねあんま好きじゃないんだよな。お、あ、見たことある、これ俺これ見たことある、こういうの。こんなに結構ドン引きするもんなんだね猫って。めっちゃ引いとるやんけ、ドン引きですやん。落石みたいになっちゃってんじゃん餌が。え、ハリセンボンだよねこれ。え、こんな可愛いのハリセンボンって。え、ちょっと意外だわ。いや、キューティー、うわ、この見てください、この上目遣い、そこらの女子より可愛いぞこれ。あ、見ろこの上目遣い、見ろ、もう上目遣いで男を狩ろうとしてる女子、見ろこれ、これがな、自然界が生んだ純粋な上目遣いだからな、これには誰も勝てません。